なんだろう、私はモデルさんがすごく好きで、なんか撮影とかすごく大好きだったから、なんかこうやっていろいろな撮り方で撮影させてもらってすごく楽しかったし、すごくあっという間だなって思いました。髪型で私ソロのページで七変化でヘアアレンジをしたんですけど、お団子を3つでっていう髪型が特に印象に残ってて、結構個性的なヘアアレンジだったけど、これ似合うなって思うやつもあったりとか、楽しかったです。いや本当に楽しくて、すごいあっという間で、ちょっと帰りたくないなと思ったんですけど、なんか先輩たちもみんな楽しかったって言ってて、みんなでなんかゲームしたりとか、修学旅行みたいですごくなんか思い出に残りました。どうですか、初お泊まり。楽しいお泊まりしたのがもう一番の思い出で、もう撮影を忘れるぐらいなんか楽しくて、しかもなんか夜とかみんなでワイワイはしゃいだりできて、本当にアンジュルムックのがあるおかげでこういう素晴らしいことができたので、本当に楽しかったです。まさかキュウリでなんか写真撮るとは思わなくて、キュウリでドミノを作ったりとか、キュウリのぬか漬けを初めて食べたりとか、楽しいことができました。美味しいです。もっと早く出会えてればよかった。空き時間がたくさんあったので、もうなんか暇だったから、一人でどこ行こうかなって考えてたら、鎌倉行こうと思って鎌倉に行けるんです。行ける。2時間半ぐらい楽しめます。やばいとこなの。戻ってくれば全く問題ない。はい、道間違えたりしない。道間違えたりしなければ鎌倉では鎌倉の有名なところの観光とか、あとわらび餅を食べたりとかしました。ありがとうございます。楽しかった。このアンジュムックの撮影で12人で一緒にいることがたくさん増えて、すごく仲が深まったんじゃないかなと思って、すごい嬉しかったですね。この12人でいる期間は本当に一瞬しかないから、その一瞬をこうやって本に残していただくことができたのがすごい嬉しいです。ソロページは人形さんになれたのもすごく嬉しかったんですけど、なんか本当にこう素敵な衣装を着させていただいて、なんだろうな、あの人形が発売されたら面白いのになって思います。なんかもう自分で作った衣装にて、なんか布をこうやってやって作ろうかなと思うぐらい、とても可愛いこう洋服を着させていただいたので、すごい嬉しかったです。今回先に事前にアンケートをいただいて、こう自分のやりたいことだったりとか興味のあることをたくさん書かせていただいて、それを実際に個人ページとかでこう実現したりとか、なんかそれぞれの夢が叶ったような本でもありますし、12人のアンジュルムの未完成な部分が一歩ずつこの本をきっかけに前に進んだような気がして、すごい貴重な撮影期間でした。個人は私はロリータファッションに挑戦させていただいたんですけど、可愛いような衣装はステージで着ることはあっても、ああいうこう世界観を実際に作り出すようなことはなかったので、すごい私の理想に実装を叶えていただいて、すごい楽しかったです。白と黒どっちも好きなんですけど、私は黒派です。めちゃめちゃ楽しかったです。去年の夏、なんならもっと前から、私アンジュルムでキャンプ行きたいとか、アンジュルムでみんなで お布団敷いて寝たいと か無人島に行きたいとか、すごいいろいろやりたいって言ってたんですけど、初めて叶ってすごく楽しかったです。はい、違いますけど。そうですね、一番はやっぱりパンを加えて走ったところが、新ページですね。そうですね、パンを加えて走るっていうシチュエーションってこうテレビでは結構あったりするじゃないですか。でも実際にやってる人ってあんまりいないと思うし、それを実際に私がするっていうのも全く想像しなくて、でもめっちゃこうなんだろう、やってみてすごい恥ずかしかったんですけど、あ、これかって思いながらやれて嬉しかったです。私はこう思い返せば、いろんなこう服装でいろんな風に撮ったと思うんですけど、撮影の前にアンケートを書いたじゃないですか。私それにいろんな系統のいろんな
角でいろんなポーズを全員で撮って、いろんな色のアジルを見せたいって書いてて、ああかかったと思って、その通りだね。はい、だからそうしてなんかできたことがすごく嬉しかったですし、なんかまだこれからもこの格好の撮影、この格好はもう今終わって戻ってきたので、はい、それが楽しいですね。楽しみです、はい。頑張りましょう。はい、みんなで雑魚寝するっていうのも本当に夢だったし、みんなずっとしたいねって言ってたことだったので、なんかやっと叶ったなって感じです。なんかこう夢を叶えてくださり本当にありがとうございます。私はあのショートカットにするのが夢というか最近したいことで、なかなかできないなと思ってたんですけれど、本当に、ショートカットになりました。とっても嬉しかったです。ありがとうございました。今までの自分じゃ見つけられてなかった自分を見つけられたかなって思いますね。洋服だったりとか、今まで着てこなかった系統だったり、髪型だったりメイクだったり、そういうのを、まあ、体験させていただいているので、本当に貴重な体験ですし、本当に嬉しいなって思います。あ、そう、あ、歌ってたわ。あの、なんか結構よくあるんですよね、アンジュルムだと。なんか歌のフレーズずつ、なんか自分でオリジナルで作って歌っていくみたいなワンフレーズずつみたいな感じでよくやってるんですけど、見てみてください。どんな感じになるんだろうっていう、なんか想像のつかない楽しみみたいなのが最初にあって、で実際に現場で撮影とかになった時に、もう主にファッションがもう中心にあって、なんか私は個人的にもファッションが好きだし、アンジュルムのメンバーもみんな服とかメイクとか好きで、普段とかそういうお話とかもするので、なんかこんなにファッションが中心のなんか毎日をみんなと一緒に送れることがすごく楽しかったし、いろんなヘアメイクさんだったりカメラマンさんだったりスタイリストさんだったりに出会ったので、そこですごいなんか初めて知る自分とかの一面とかもいろんな自分にしていただけたなとか思ったりとか、なんといってもお泊まり会の撮影の時とかは泊まりの部屋も全員一緒っていう空間が今までなかったので、本当に姉妹みたいだなってなんか自分たちで思うくらい、とにかくすごく楽しくて、本当に貴重な1泊2日間だったなと思います。はい、もうとっても楽しかったって、もう本当にそれがすごくもう全てです。なんか本当に楽しかったなっていう気持ちでいっぱいですし、アンジュみんなでお泊まりしたいっていうのはずっと夢だったので、そういうのも叶ってすごい本当に楽しい撮影でした。ずっとありがとうございました。ずっとカメラ回してたので、でもめちゃくちゃ本当なんか素の私たちがずっと見れる感じです。本当なんかお風呂上がってきた人たちがいたりみたいな。しかもみんな本当もうすっぴんで、もう普通に遊んでました。なんかもういつも通りって感じです。はい、楽しかったです、めちゃくちゃ。まあいろんな工事を書いたり、あと筆持って撮影したりとか、私がこう書いた字がこうどこかに載るっていうのはよくあったんですけど、その書いてる最中のその写真だったり筆と一緒に撮ったりっていうのは初めてだったので、書いてる姿とかも見ていただけるのはすごい嬉しいなと思います。はい、今回の撮影でメイクだったりとか衣装だったりとか、今までない体験をすごくさせてもらって楽しかったなって思ったのと、あとなんか普段自分でも知らなかった自分が知れたような気がして、すごいなんか新たな発見な撮影だったなって思いました。着物の撮影がすごい楽しくて、しかも着物をずっと着たいっていうのがあったのと、あとは私喫茶店がすごい好きで、だからそんな大好きな着物を着て喫茶店に行って大好きなコーヒーを飲めたっていうのが、本当にもうなんか人生に悔いないくらいのことができたなと思いました。今までこんなこともやりたいねとか、こんな風に撮影してみたいねとか、結構そういった願望はすごくたくさんあったんですけども、でもそれをこんなに一気にもう全てって言っていいほど叶えられたのは本当に今回の撮影だったと思うので、とても感謝してます。私たちの普段と違った面もありつつ、でも普段のなんかそのそれぞれのいいところもなんか出させていただくというか、そこは本当に嬉しいところです。いや、とっても楽しかったです。なんか一人30分お話しするのきついかなとか最初思ってたんですけども、なんか実際2人で話してみると全然違った側面が、特にハーちゃんとかレイラちゃんとかは
なんかあれこんなこと考えてたんだとかって改めて違う発見があったので本当にいい時間になったし、でもそれ以外のメンバーとは普段も話しつつも意外とそんなに奥深いところまで話せなかったメンバーもいたので、なんかこの機会に話せたことが本当に良かったなって思います。私も、すごくいい思い出になりました。